コンベックス・岡山岡山駅・倉敷駅・林間・インターチェンジ・コンベックス・岡山の位置、岡山県総合展示場、コンベックス・岡山は、岡山県岡山市北区にある展示施設である。通称は、コンベックス・岡山1991年に、西日本屈指の展示場及びコンベンション施設として、岡山県総合流通センターの一角に開業。施設は、 岡山県が所有し、管理、運営は指定管理者として2009年4月1日から地元百貨店の天舗やグループ4社で構成する共同企業体、コンベックス岡山コンソーシアムが行っている。地域のイベントや握手会などが行われており、コンサートではラッドウィンプスなどのアーティストが公演を開催している。主に装填時面積7783。 平方メートルの大中小の展示場と最大650名を収容し4カ国後、同時通訳設備を備える国際会議場で構成されている。開業以来、県下で行われる大規模イベントの主会場として定着しており、施設は24時間利用可能である。岡山市と林間町の境の丘陵地に位置し、大中展示場をはじめとした建物の多くは、 林間町に含まれている。しかし、管理事務所が岡山市側に所在しているため、所在地は岡山市になっている。大規模な展示会、日本市に適しており、3カ所ある広い搬出入り口から会場内へ、クレーン車を乗り入れ積み下ろし作業が可能。アスファルト舗装の床は5トン、平方メートルの床荷重により、重量物を展示することができる。 アリーナ形式を採用した多目的ホールで天井がドームになっており様々なイベントや行事に対応交流広場国際会議やパーティー会場に対応間仕切りによりバンケットホールとして分割できる4カ国語同時通訳設備を完備周辺は岡山県総合流通センターとなっており多くの企業が岡山県及び中国、四国地方における 流通の拠点をこの地に置いている。無料駐車場が充実していることから自家用車を利用するのが一般的であるが、テレビでコマーシャルをするような家族で遊べるタイプのイベントの場合は駐車場の前の道路に入れなくて、並ぶくらいに来客が来るため一家に、被災の公共交通機関を利用した方が良い。公共交通利用の場合は、JR 岡山駅から路線バス、もしくは、 林や駅から無料コミュニティバスが接続しているが、全車は運行本数が少なく、後者は平日のみの運行である。また、最寄り駅は、JR 山陽本線、庭瀬駅、中小駅、JR 宇野線林や駅等が挙げられるが、いずれも徒歩で行ける距離ではなく、タクシー利用が推奨される。なお、イベントによっては、有料の臨時バスが、林や駅、 または中小駅から運行されることがあるため、ここで行われるイベントに参加する場合は、臨時バスが運行されるかどうかの確認も必須となる。ありがとうございます。